ミジンコの大きいのみたいなのがそうなんですね。そうですね、全部そうです。なんかくるくる飛んでるゾウリムシみたいのはまた違うやつですか。ゾウリムシ、あーこいつは飛び虫かなんかじゃないでしょうか。じゃあこのちっちゃいのがそう。はい、結構肉食なんですね。肉食ですね。まあ、基本その海の底に沈んだ死骸を食べる、ああいうのは何ですか、スカベンジャー系、スカベンジャー系ですね。ベントス生物っていうんですよね。はい、はい、ああすごいいっぱいいるの。やっぱその濁ると横エビとかトビムシが結構いっぱい入っちゃって、はい、駅なんですね、しかり。生き物自体じゃなくて。ですね。こう光る。見えるかだけど見える。明かりをつける。はい。おお。ちょっとイメージと違いました。はい、うわすごい。これでちょっと照らしてもらっていいですか。すごいなんか光ってるやつ。よろしいですか。はい、行きます。くるくる回る性質があるので、それをちょっとご覧ください。手が光るのも再建のことでいいと思います。ゾワゾワしますね。あ、
手の動く感じが、はい、うわざわざする。すごい。